はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケット、おプラスどうなるんだ、プラスって。この辺もやっぱり詳しく見ていかないといけないよな。何がプラスなのだ。終わってきね。データ引き継がれるみたいですね。おはよう。メダル10,000。松波優衣です。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。ここはプラス要因がないな。サイドメニューを基本的には変わらない。アップデート情報が5つまである。チャレンジがリセットされてしまう。タイトルシステムっていうのがあるんか。衛星モード、残り種を全て消費して賞金を獲得できる。つまり星になったんだよっていう感じ、モードか。レジェンドセイダーはレジェンドカードと歌舞伎を使った。これが果たしてどうなるかっていうとこですね。3。おっと、芸期間が50週で厳しくなったら、馬の入れ替えが厳しくなったな。50週はちょっと厳しいな。で、3000週なんで電動馬が簡単に行けない。これはやっぱり電動馬が出すぎるからかな。お、ベスト馬体重が確認。遠征適性なんてあるんだ。スダウイシー3着は3000枚ってことはインフレするのか、賞金が。スイッチでクスガチャ廃止。クエストなんていうのがある。あ、これはいつも通りか。作物ができてるね。農園に行きますか。農園のところにバナーがかぶって結構アクセスするとこなのに見にくい。プレゼントが届いてるよ。何でしょう。フランケルガチャ。メダルだけか。難易度が結構上がった。このスポンジってなんだ。行きましょう。ってことは、あれ、引退までの種が表示されていない。これはどういうことだ。おっと、強制的に繁殖入りになってる。え、ってことはいきなり新章が始まるのか。これ強制引退、かわいそすぎる。あ、ちゃ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 っと成績がない。これからという時に、何です？型のキッチェムの競争生活は終わってしまった。
不敬遠かなということで、そう、秘書はどうなんだろう。秘書は、新たな死者が加わったっていう情報はないから、こっから引き出すんだな。競走馬から見れるのもいいし、アジェントカタログ、フランケルエネーブルを解放できる。そういえばさ、あんまり刺激っていらないんだよな。事務所か、ここは変わってない。神社もね、フォントが変わった。ラッキーバヌシ来た。一番奉納します。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。日吉はるかです。好きなものは可愛いものです。まだ中の人は引退されたけど、まだまだ健在ですね。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます。日吉はるかです。好きなものは可愛いものです。新秘書が追加されたわけではないのか。さあ今日はもう飲みに行きましょう。駒場葵です。至らないところもあると思いますが、私は喜多方くるみ。なおぼうキャラ、よろしくね。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらえます。うん、日吉はるかです。日吉はるかでやってみるか。今期は可愛いものです。でもすごいな、引退から2年経ってまだ使われてるっていうのが。ご存知ですか。とりあえず生産してみよう。肩のキッチンを生産。50種っていうのは結構制約が大きい気がするけどな。いい配合ですね。ん、コインの枚数減ってるって、それ気のせいか。まずまずですね。他のものは可能、ね、当然牝馬なんで。まずまずですね。1万枚、コイン結構使うな。これはダメです。まずまずですね。お、生産のコインの枚数を相当、まずまずですね、上がってる。インフレしてる。戦後すぐみたいに出すか。行ってみよう。さあどうなるか。さあホワイト系の中を行く。お、ここ今までなかったんじゃないかな。赤だ、赤ってあったっけ。お、追加されましたね。うん、時は流れた。部分的になんかいろいろ追加されてますね。こっちか。え、横棒ってどうやって変換するんだ。横棒を選ぶ場所がない。
カタノスカーレット、カタノスカーレット、カタノスカーレット、やっぱりこれですよね。アクセントの場所はこうやっぱり男性バっぽいですね。でかい中長距離系。お、客室が逃げに変わった。やっぱ母親が出すかだからかな。ベストバー体重472キロということになります。デビュー男性バですね。頑張りましょう。ですよね。なので芝2400に出します。この子ならいけます。よー来た 1.0 倍。ただいまより投票受付を開始します。地域男性逃げ馬が多いですね。ちょっとなんか変わってないのかな。絵が綺麗になったような気はします。新馬戦デビュー戦です。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。さあ飛び出した12頭。11番アラシマウンテン、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ。さあ先行争いであります。7番決勝アピールが先頭に立ちました。その外カタノスカーレット、アイルトピック、外を通りましてラッキーフェス、そしてその後ろからバディーパワー、それからピカリロック、嵐マウンテン、それから足毛の馬体、江戸の奇跡、3番スマイルキャビン、その後ろでやりましょうか。1番天竜王、そしてその外に8番スワンホーゼ、それからもう1頭ノーベルペガサス。第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナーもう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。これが先頭決勝アピール、アイルトピック、1番人気のカタノスカーレット、エビナ騎手、どのあたりで動くんでしょうか。そのうちからは4番ラッキーフェス、そして5番手にマリーパワーであります。差が開いて5番ヒカリロック、そしてその後ろから嵐マウンテン、それから6番江戸の奇跡、3番スマイルキャビン、天竜王がそのうちにいます。外から1頭8番スワンホーゼ、そしてしんがりからノーベルペガサスであります。流れるようにレースが展開されています。先頭は依然として7番決勝アピール、これを追って2番アイルトピックであります。1番人気の10番カタノスカーレット、さあ気合はどうなんだ。内を通りましてラッキーフェス、そして5番手に9番バディーパワー。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行くオレンジの帽子はカタノスカーレット、内から懸命に決勝アピール、ムチが飛んだ内田博之と天竜王、ここでは負けられない。カタノスカーレット頑張る頑張る、エビナとカタノスカーレット、先頭エビナとカタノスカーレット、カタノスカーレット、新馬戦を見事勝利で飾りました。華々しいデビュー勝ちであります。勝ちましたね、しっかり。当然の結果ですね。一着おめでとうございます。やりました。じゃあダート走らせるか。ダート 1400m。 勝てるといいですね。 1.9 倍まで下がってしまいます。ただいまより投票受付を開始します。おっとノーベルウィニング荒ぶってる。まあ、ここはあのダイジェストでいきます。府中の森で行われる一戦、直線の攻防にも注目。さあ飛び出した12頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。先手を取って11番アタックチャンプ、カタノスカーレットが上がってまいりました。そしてその後ろから花のコレクター、タイプライター、そしてそのチクタクアピール、12頭が大欅の向こうを通過するところであります。その後ろでやりましょうか。8番ノーベルウィニング、
依然先頭11番アタックキャンプであります。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線大歓声に迎えられて、パタノスカーレット先頭、花のコレクター懸命に追う。パタノスカーレットが抜け出した、外からはアタックキャンプ、さあ先頭はパタノスカーレットが2馬身リード。ここでは負けられないパタノスカーレット、先頭エビナとパタノスカーレット、ノーベルウィニング懸命に追う。パタノスカーレット1着鮮やかに2連勝です。これ2着争いですからね。スタート悪くないって言ってた。すごいすごい。ということで2連勝。芝の1200、短距離出してみましょう。勝てるといいですね。もっとオッズが下がった。まあ多くということもあり、投票受付を開始します。そんな簡単にはいかないんでしょうね。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いて飛び出した12頭であります。まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、フライティアパワーがかわしていきました。11番ケフラビーク、いい感じで上がっていく。12番カタノスカーレット、エンジンかかったか。第3コーナーに向かいます。12頭差が開いて、9番アイスシャーベット、外から1頭10番エンシェントテイル、7番ジャンプアクロス、そしてその外に8番ブライトドクトリン、それからもう1頭1番シャルロワ、マウンテン気候士、ほとんど馬体が合っています。さあものすごい歓声の中山競馬場、パタナスカーレット大歓声も後押ししているぞ。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。2番手にデフラピーク、うち11番デフラピーク、頑張る頑張る。エビナとパタナスカーレット、パタナスカーレット余裕がある、恐れ入った。パタナスカーレット1着、なんとまあ強い。いやーこれはすごい。1200も関係なかったですね。距離の幅が広いのかも。2.1 倍なんで。よく頑張りましたね。1着どうなのかなって思ってますが、前残りなのか。さあ頑張りましょう。調教パートナー設定、ヘロド。さあ50周しかないです。何かご用でしょうか。早く出したいが、ここから記念までいいレースがない。元気いっぱいですね。嬉しそうですね。ベストバ体重が472キロなのでまだ太すぎます。楽しみですね。十分ですね。大根いい感じですね。引退までの週がどんどんカウントダウンされていく。もう大根があるか。いいぞ。来週か。期待できそう。いい感じですね。何かご用でしょうか。
焼き鳥は変わらない。パートナー調教、おっと解放、あヘロドは解放度が低いから解放されないんだ。いい感じですね。2000から3000。いい感じですね。何かご用でしょうか。です。小倉記念、やっぱり1000枚は値段100枚ですからね。使うの何かご用でしょうか。全体的に数がインフレしてますので3000枚達成は無理ではないですね。ただいまより投票受付を開始します。一番人気って言ってもそんな差がない。一番人気ちょっとナウローディングに時間がかかってますね。まあこれがダノンバラード、ちょっとチャカついてる感じです。まあ早速実質的なデビュー戦行ってみましょう。函館記念です。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。スタートを切りました。12頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ何が行くのか。エイシングジーラインがかわしていきました。内から1頭ダノンカモン、タムロスカイ、外から行こうというところ、カタノスカーレットがその後ろ、ミキノバンジョちょっと離されまして、11番ダノンバラード、12頭が第1コーナーに向かいます。そのうちに8番ダリタクリスタル、その後ろでやりましょうか。アスカクリちゃん、それからドウセンダー、その外6番エクスペディション、それからもう1頭西の名月しんがりから12番ヤジタルトでやります。もう一度整理しておきましょう。タムロスカイが先頭です。これと一緒にカタノスカーレット、5番エイシンジーライン、外を通りまして9番ミキノバンジョー、その後ろ2番ドウセンダー、ほとんど馬体が合っています。6番金色の馬体エクスペディションであります。その内からは西の名月、1番後ろに12番ヤジタルト、先頭を行く7番タムロスカイ、カンバシンリード、外から1頭カタノスカーレット、さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ、先頭行くのは7番タブロスカイ、ローセンダーが差を詰めてきた、いい足で上がってきているローセンダー、このままで行くと大波乱になるぞ。ローセンダーが2番手、ムチが飛んでいる、ローセンダーかわせるか、ローセンダーちょっと差がある、1着西の名月、トリは加減で悪くないのにな。残念、1着、いや負けすぎだろう。2着、2番、3着、6番以上のように確定しました。ということで不安な予感を感じながらですね、レースを終えた馬が戻ってきました。スタートどうでしょう。で、ショートケーキって2キロやったっけ。バタージオ回復が遅いですね。ちょっと戻しきれませんでしたね。これ結構休まないと、休ませないといけないですね。6キロ前後しか増加しない。ベスト馬体重ってまだ472キロだから、
までは増やさないとね。うまいですね。12キロがどうも最大のようだ。翌年の春まで長期放牧ですね。農園で収穫できます。トウモクロもやっぱり値上がりしてますね。そういえば世界、なんか世界が変わった感じが。何かご用でしょうか。はい、というわけで、新しくなったプラスやっていきましょう。土地属性がいまいち悪くなってるような。はい、ひとまずこの様子を見るとちょっと、こちらの方でアプリの操作探ってみます。この辺でお別れしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。